はい、皆さんこんにちは、モアマチャンネルです。今日の動画はですね、昨日の動画、真っ白昨日の動画なんですけれども、先週ね、金土と東屋行って、東屋湖の方、東屋行って、登別に行って、マリンパークニクス水族館を見に行って、昨日の動画は終わったんですけれども、登別から札幌にあるクアリストさんのね、お家にね、急遽真っ白急遽ね、突撃することになりまして、私モアマーチャンネル初めての真っ白モアマーチャンネル初めての、水杯に行ってまいりました。本当急に決まって、札幌通って帰るということだったのでね、ちょっと札幌行きそうなんですけど、見に行っていいですかと真っ白見に行っていいですかということで、水杯にね、行かせていただきました。初めて水杯行ったんですけれども、すごかった。とりあえずすごかった。もうすごいし、まあすごいのはもう すごいんです。すごいし、動物たちもね、結構いろいろいまして、本当動物園というか、もう水族館動物園みたいな。お宅でね、ちょっと真っ白、私ね、テンション上がってしまいましたね。真っ白、はい。ということでね、今日は後編、札幌水杯編をご覧いただこうと思います。普通に動画出しちゃうよ、これ。全然いいぞ。勝手にもここから。あ、すごい。はい、トモズアクア。生トモズアクア。3回目。そうだそうだ、3回目の。あー、リーフトリガーさんから届いてる。すごい、開けてないんだ、まだ。今、さっき来て、あるね。でも開封動画は自分のチャンネルで出してよ。一回も出してもらって。出してよ。もったいない、もったいない。すごーい。エビもやってんだ。エビやってます。水族館みたい。あとコーラルレンズ持ってこればよかった。あ、ありますよ。いやー、ちょっとね、この水槽は本当に圧巻でしたね。足を踏み入れた瞬間、ちょっとびっくりしてしまいました。立派なね、 SPS がぎっしり綺麗に入ってましたね。そしてね、前面も後ろも右も左も苔がないという、めちゃめちゃ綺麗な水槽でした。今回ね、急遽、水杯しに来てしまったんですけれども、心よく受け入れてくれたトモズアクアさん、感謝いたします。相当ね、こちらの水槽にはね、注ぎ込んでるようですね。なんかやっぱさ、ライブじゃ伝わらないよね、この大きさ。びっくりした今見て。すげー。
げえ。すごくない？わあ。これはやばいね。わあ。これはやばい。わあ。そしてこちらがもうね、サンゴショップレベルのフラグ水槽となっております。もはやね、トムズショップですよね。本当にね、ショップに来た気分になりました。言葉を失うんだけど、これ遠い。これ大きいのいるよ。隠れちゃった。あとその黒缶の裏にアズパと。あ、本当だ、本当だ、隠れてるね。そしてトモズさんのお家にはね、こんな可愛いねチンチラもいるんですよ。何だっけ、なモア？ノアちゃん。ノア？すごいかわいい。ママ、ノアを触りたい。ママ、ノアを触りたい。ノア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 ちゃん。ノアちゃん。アップすぎて。ノアちゃん。カメラにはみ出ちゃう。ノアちゃん。え、お利口さんだね、なんか。人懐っこいね。ノアちゃん、ノアちゃん、ノアちゃんとトモズの戯れ。かわいい。かわいいんだけど。何歳？11。ああ、結構長いね。11歳か。もうおじいちゃんか？おじさんぐらいか。あ、ごめんごめんごめん。女の子だった、ごめんね。おばあちゃんか、おばちゃんぐらいかな。かわいい。どうした、ゆうし。え、かわいい。今日こんなんだよ。全部マジで。トモズとレオパ。ちょっと田中一発ギャグをお願いします。田中の、そう、田中、アンガールズの田中にそっくりということで。あ、やった。はいはい。はい。はい。今のこれバッチリバッチリ、動画にしときますんで。ウケる。あ、自分でも出れるの、えらいじゃん。帰り際にね、トモズセレクションのね、フラグの方を4ついただきました。このね、ブルーの杉もすごい綺麗ですよね。これからね、成長させて見ようと思います。はい、うわ、真っ白。はい、いかがだったでしょうか。トモズアクアさんのお宅にね、ほんと急遽お邪魔することになったんですけれども、ほんとね、レベルが違いすぎて、もうマジで圧巻でした。
そしてね、あのソフトですね、ソフトがいろいろ入っている水槽なんですけれども、あそこに入っているサンゴたちはね、なかなかこの、あの動画では本当伝わらないんですけれども、めちゃめちゃ一個一個がもうキノコこんなんだし、トサカこんなんだし、一個一個が本当に大きくて、水族館のあの大きい水槽で見るような、本当私がマリンパークニクスに行って見てきたような大きさのサンゴがトモズさんのお宅にあってね、びっくりしました。なんかね、やっぱ映像じゃ伝わらないけど、本当に実際見に行って本当にすげえなと思って、ちょっと私ももっともっと頑張らないとなって思いました。ちょっとね、友津さんの水槽を目指して頑張っていこうと思います。そしてね、ありがとうございましたで、ね、お土産もね、いただいてしまって本当にありがとうございました。ちょっとね、これからどんな色になっていくのかちょっと分かんないですけれども、育てて大きくしていきたいと思います。ちょっとプレッシャーですけれども、本当ありがとうございました。でね、友津さん、YouTube の方やってますので、ぜひぜひライブもね、定期的にやってますので、白いリンクの方、チャンネルのリンクの方をね、説明欄に貼っておきますので、皆さんまだね、チャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録をして、あの立派な水槽をご覧になってください。そしてね、本当水槽についてね、めちゃめちゃ詳しいので、もしね、わからないことが、わからないことがあればね、ライブでね、聞いたりしてもいいと思いますので、ぜひぜひ説明欄に飛んでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。いや、ほんとね、今回はね、いい旅になりましたね。やっぱね、コロナとかいろいろあってね、なかなかね、外出ができない期間がずっと続いてましてね、1年ぐらいもうずっとインドアしてたのかな久々の旅行という、もうザ観光みたいな一泊でしたけど、旅ができてね、本当いい思い出になりました。そしてね、またね、札幌方面行くときはね、崇拝させていただきたいと思います。はい、ということでね、今日はこんな感じの動画でした。白い。それでは今日はこの辺で、チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。